感じですね。次のコーナー行きましょう。次のコーナーはこちら、今日のパブリックドメイン、イエーイということでございまして、今日のパブリックドメイン本日もやっていきたいと思います。このコーナーではですね、パブリックドメインと呼ばれます、配信に乗っけてもいいよ、自由に使ってけろって言って世界のいろんな美術館が出している画像、これをパブリックドメインと言うんですけれども、そのパブリックドメインをですね紹介していくというコーナーになっております。移動しましょう。ビヨーン、ポイン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 、はい、出ておりますね。本日の絵画はこちら、ジョルジュスーラ、おーかますに言えたぞ、見たか、ジョルジュスーラグランドジャット島の日曜日の午後でございます。やったー、これ見たことある方はいらっしゃいますか。結構ね有名な絵画なんですけれども、じゃあこれをねいろいろ見ていきたいと思います。ジョルジュスーラとは誰という話をする前に、ちょっとこちらのね絵をじっくりゆっくり見ていきたいなと思います。見ていきましょう。もう遠くから見ると普通に、風景画というか風速画というか、そんな感じだなって思うと思っちゃうけど、これちょっと寄ってみると、ちょ、あのデジタルなんで限界はあるんですけれども、寄ってみると、おおおじゅんじゃん、ここまで来ればわかるかな。めっちゃいっぱいちっちゃい点々でできてる。そう、これはですね、点描画法というやつでございます。印象派と呼ばれる方々はですね、色を混ぜずにそのままキャンバスに置くことで、明るさ、室外の明るさというのを表現しようとしましたね。はあはあ、なるほどなるほど、こりゃすげえやっつって、これを自分なりにやってみたらどうなるのか。モネたちはその色を描くときに筆のね、あの筆跡を残す感じにポンポンポンって置いていたんですけれども、スーラはじゃあ俺は点で描くぜって言って、俺は点でいくぜって言って点点点点点って描いたのがスーラでございます。これよくよく見るとね、青、赤とかね、黄色とかね、あのすごいいっぱい原色を使っているのがわかるかなと思います。もう一回引きます。これね、もう一個ねすごい点があって、人同士がめちゃめちゃ計算されて配置されてて、実はね一人もね被ってないんだよね、人と人が。わかる、これはわかる、みんな人と人同士がね、まだこの後ろのさボートの人ですらよ、ボートの人ですら人と人とか被ってないんよ。これはねもうマジですっげー計算し尽くされた構図で作られてて、あとねもう一個気づいてほしいところがあって、この中で白い服を着てるのはこの真ん中の女の子だけなんよね。この子だけなんよ。でなんでこの子だけ白い服を着てるかっていうと、あのいろいろ考えられるっちゃけど、まず視覚的にこの女の子だけが白い服を着てることによって画面にパリッとメリハリがつく。あのこの配信ね見てる人、よかったらこの女の子を指で隠してもらって一回見てほしいっちゃけど、この白い服の女の子がいることで画面全体がすごいパキってなる、リズム感が生まれるって言ったりするね。これはラデの考えなんやけど、こう白ってなんか純粋さとかさ、何にも染まってない感じってよく言うと思っちゃうけど、それがその子供であるこの子だけが着ているっていうのがなんかすごい、なんだろう、示唆的と言いますか、なんかだからこの子供が白を着てるんだなみたいな感じを思ったりします。これはラデの考えですね。であとね見てほしいのがね、あのここね、ここ右下にさ猿おるやん。100歩譲って犬はわかるけど、なんで猿はおるんつって何このあのセーヌ川のとこに猿がおるみたいな思いませんか。皆さん犬は100歩譲ってわかるとして、でこのね猿もちろん意味があって、なんでここに猿が描かれてるかっていうと、猿っていうのはですね、あの欲、特に肉欲とかを連想させる動物やったじゃん。これ当時の話ね、当時そう欲を連想させる、その欲を連想させる猿がこの紳士と、
女性のカップルの中におる、まあ、つまりですね、この二人はお忍びデート中なんですな。この白い服 の、 あの何も知らないであろう、女の子みたいなそういう感じのね、まあ、知れば知るほど絵画は楽しいもんでございます。このジョルジュ・スーラっていう人は本当にすごい勉強熱心な人だったらしくて、古典の構図とかね、あとは人間の視覚と絵画の違いとかね、もういろんなことをね徹底的に研究したそうです。ジョルジュ・スーラさんもうザ研究者っていう感じやったんだけど、そう、ただねこのスーラさんもね天才だったんでしょうね。天才はあの短命だと、美人は短命だ、天才は短命だと言いますけれども、このスーラさんもですね、あの31歳に亡くなられたんですね。だから結構ね早く結構ね行ってしまったんですけれども、そう、生きていたらねもっとなんかすごい対策を作ってたんじゃないのかななんてちょっといろいろ妄想しながら、本日のパブリックドメインは、ジョルジュ・スーラのグランドジャット島の日曜日の午後でございました。ただね実物らで見たことがなくて、これいつか実物を見れたらいいななんて思っております。ということで以上本日のパブリックドメインのコーナーでした。おしゃべり画面に戻りましょう。